はい、ピーテックカンパニーの日高です。本日は現場ライブをお届けしたいと思います。とその前に待ちに待ちました九州南部の梅雨明けが本日発表されております。例年より10日、昨年より15日遅い梅雨明けとなっております。先週末に台風が接近しまして、土曜日曜は雨混じりの天気でしたが、月曜より天気が回復しております。そして現在の気温33度をオーバーしており、湿度 60%。 この状況は外部で外仕事をする人間にとりましては非常に厳しい状況となっており、熱中症が懸念される状況となっております。この状況はおそらく9月末ぐらいまで続くでしょう。7月22日に気象庁が発表しました7月の21日までの気象データによりますと、晴れの日がわずかに2日、そして日照時間は10時間ちょっとということです。その合間を縫いましてシーリングの打ち替え、高圧水洗浄、南面を残しまして下塗り、中塗りの工程へと進んでおります。昨日天気が回復したのを確認しまして、上塗り、仕上げの作業へと移っております。この天気の状況が続けば、工程通り7月末には塗装の工程が終了し、足場解体へと進むことができます。少しだけホッとしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。